皆さんこんにちは、ヘルニアです。相方のマリサだぜ。ゴローザです。本日はギリシャビザンツ解説の続きから、と言ってもパート1は借金を裏で返したくらいで全然進展がない2年だったが、ここからは序盤にして最大の壁となるトルコ戦がまずは控えているんだぜ。海兵の特殊部隊ドクトリンを一歩分進めまして、戦闘工兵の中隊を解放しました。正確には海兵ドクトリンの分岐の右、二つ目を取らないと、大きな上陸補正がつかないのですが、その辺は初期にある海軍を演習で回しておくなり、海軍長官採用で、120点分獲得できておくと良いでしょう。じゃあそろそろトルコに宣戦布告するわけだが、国家方針の作りとしては珍しく、NF 達成と同時にトルコに強制的に宣戦布告することになっている。ということで、トルコルーマニア戦後はどうせ差し出し連合戦もやりたいとこなので、トルコ開戦前には枢軸に加盟しておいて、最悪トルコ倒しきれない際の、保険にもしておくように、試したことはないけども、最近ルーマニアはやたら枢軸加盟が早いから、もしかしたら加盟してないと、ルーマニアが枢軸加盟して、対枢軸の戦闘に発展する恐れもありそうだからね。ということでトルコとの戦いが始まりましたが、国家方針はひとまずビザンツ限定の政治力と戦争協力度もいい感じに増やし、またビザンツを復興させるのにも必要な相当の和紙の復活あたりを選んでいただき、肝心のトルコ戦ですが、しばらくは防御中心ですが、上陸だけは一応やっておく、という立ち回りをしたいと思います。どういうことだそれ？言ってしまうと、トルコの方がギリシャよりも国力も兵力も初期段階では高い。攻撃力は11対15でトルコが勝ちだし、両国とも鉄はあるので輸出の伸びも同じくらい。何より人的資源の差が激しく、トルコは全人口が確か1500万くらいで、人的予備として100系ほど余裕があるのに対し、こちらは派閥改善と農耕社会の改革でやっと今47系余裕ができた程度、初期師団数もトルコが35へ、ギリシャはその半分と、きついのは国力人的資源の差であることははっきりさせておきたい。ではそれをどうやって削り、トルコに勝つのかといえば、すでにちょくちょく起きてますが、防衛戦闘で削ります。この島の2プロビと、トルコと陸続きの1プロビ、この3プロビ分を最低限の手段で守りつつ、残りは現在海兵隊などは上陸をかけている段階です。時間が遅いのもあって手こずりそうだが、無事に乗れるのか？乗れた方がいいにはいいんだけども、最悪乗れなくても今はいい。どちらにせよ、トルコとの狭い国境を海峡を地続きで突破するのは大変だから、上陸した方が攻勢は楽なので今やってるけども、場所次第だがなけなしの艦砲射撃入れて、ギリ上陸できるかどうかって場合も正直多い。で結果的には海兵隊が粘り勝ちして上陸に成功。初手開幕からの上陸で、うまく乗れた場合は、速攻の展開は行わず、上陸箇所でも防衛戦をしつつ、連合戦まで時間はまだ1年近くあるので、その間に追加の師団を作って、それでとどめを刺すのが無難だ。と言っても上陸して一歩も進まないとそれはそれで包囲殲滅の危機もあるので、おおよそ10個師団程度で守りきれるであろう範囲で耐えてください。今回は合計3プロビ分でしばらく耐えるわけだな。なるほど、初期からあったトルコとギリシャの国境は確かに狭い分守りやすいが、1プロビ分の攻撃しかないから、有利な分削れる量も限定的だぜ。ただ上陸してある程度展開できれば、複数箇所から殴られる分、ヘリもある程度早い場合があるかもしれないと。多分最初からある国境だけでも防衛からの敵消耗はできるんだけど、上の国境には4個師団、島にはそれぞれ1個ずつ、トルコ相手に6個師団20幅が塹壕を掘って構えていれば守れちゃうからね。他の師団は最前線にいるだけ敵に警戒されて邪魔なので、最終的な攻勢のためにも、上陸戦闘は事実上必須だよ。なお国家方針は再び産業ルートに戻り、軍需系、本来は経済法を部分動員だとかに強化する内容だが、すでに戦争経済な場合、総動員にはならず政治力150の獲得に内容が変わるので、このあたりを取得して、政治顧問や軍事顧問などをどんどん埋めていこう。この先の反撃フェーズで手こずりそうな場合は、歩兵師団と砲兵師団攻防の人材あたりが、最高司令部の足しになりそうな人として、一応いますので採用してみるのもありかと。ま、その場合主に乗るのは歩兵くらいだけどもね。駆逐艦を念のため最初から作るように前回のパートで言ったけども、あれは地味に主力の巡洋戦艦などを持っているトルコ海軍に競り勝つ意味もありつつ、上陸後はトルコも潜水艦で通商破壊をしてくるので、最悪沈んでもどけ駆逐だから構わんと戦団護衛用の部隊を作るためでもあった。言わずもがなあれですよ。この後イギリス上陸戦があるので、沈まず沈めずに海戦が終わるに越したことはないのですが、通商破壊クラウト程度によって上陸した部隊は補給のマイナスを受けます。黄色箱なら許容できる時もあるが、赤箱になったらまともに戦闘できないので、守れる敵海軍のレベルなら守ってそれこそ駆逐だけしてもらうのが理想だぜ。ここからはさっきも言ったように増援部隊を頑張って出しつつ、トルコの人的予備が0になって敵の充足が少し削れてるくらいになってもらうと反撃が一気にやりやすくなる。なお人が足りない場合、てか大規模徴兵にしても獲得に時間かかるため、産業ルート3択で一番右のスラム街の城下でおおよそ6個師団分の人員を即時確保できるので、このあたりも活かしてみてもいいかもしれませんね。戦時中イタリア大 AI 先生マリサさんと同じくらい愛してると思えるくらいありがたい軍事支援ももらえ
つつ、こづくぞ。ギリシャには36年式小銃はおろか、列車すらないので研究の必要があり、今からせっせと作るのもあれなので、リシジュンから15個即時でもらって、生産は装甲列車に申して安心しちゃおう。別に装甲はやらんでもいい。それじゃあ手段は少しずつ小銃生産とともに増えていくと思うが、だいたい15個から20個になったら少し進んでも構わないぜ。最終的な攻勢はイスタンブール、コンスタンティノープルの方まで北上して、イズミルあたりのギリシャ側にいる敵の戦力を殲滅できればもう事実上の勝利。ただし、距離が地味にある上に、港から途中の補給ハブまで線路がないので、少なくともアフィオンって都市まで第一段階の攻勢で進んでおきたいです。理由はそこに補給ハブがあるからだぜ。なお序盤の防衛から攻撃に移る際、対人火力が突破する上でも欲しいため、野砲大隊を1個、歩兵師団に導入しておくといいだろう。多分野砲が少々足りなくなるが、そこは根性で突破してくれ。結局根性ですかい。とりあえず補給ハブまではたどり着きましたので、線路を引いて内陸に補給網を繋いでいきましょう。で20個師団以上、できれば24個くらい新兵でいいから強引に確保した後は、こんな感じで縦に分断する。師団数が少ないとこんな感じで隊長みたいに逆方位食らうから、みんなは絶対24個くらいは最低限強引に用意しような。これよく奇跡的に殲滅されずにさっきの分断まで立て直しましたね。で、分断してしまえば、下に唯一ある港の逃げ場を潰し次第あとは殲滅ゲーとなる。あとは上は上で、なんか2個師団で大立ち回りって感じだが、殲滅が終われば残りはメインの戦線は平押し、イスタンブールを攻略する元の国境にいた部隊に海兵を送れば海峡越えすらも余裕なので、残りは簡単と言えるだろうな。1939年5月に無事トルコを単独で撃破完了し、その全領土と海軍も連合戦のために確保しておきます。言わずもがなドイツを誘えばトルコの攻略自体は簡単になったけども、トルコの全領土を確保するのがビザンツ復活には必須なため、事実上単独でやる必要があった。そのためこれだけ細かい戦闘を人がやる上でも要求されるから、正直 AI にはビザンツルートを進ませてもほぼ復活できないレベルで難しいと言える。だがこれで中核人口は2300万くらいには増えて、ポーランド並みの中堅国家にはなれたぜ。で、ここからルーマニアをできることなら単独で倒したいんだが、正直ルーマニアは沿岸が長いトルコと違い短く、沿岸防衛が手厚い。多分乗ろうと思えば乗れるんですが、そこからルーマニア奥地の都市を抑えるのは正直社長でもトルコ戦の終了時期次第で難しいし、無茶な戦闘をその分しないといけなくなるので、今回はルーマニア攻略を連合戦に含める展開を取りたいと思います。いやじゃあ陸続で突破を上げた、そのまま行くんだ。諦めろ隊長、仮に乗れても2ヶ月じゃ制圧しきる時間が足りないぜ。連合戦が始まる前に、海軍をドイツの港に全部動かして英国上陸の準備をしましょう。わざわざスエズダの攻略して海軍を渡すのは超面倒だからな。で、本当はポーランド侵攻したら即ドイツの戦いに参戦したいんだけど、それやっちゃうとソビエトがパクる時から、ドイツがルーマニア領土に入り込んで、伊賀条約でソ連に領土が渡ると、ブコビナにドイツ軍が十数個閉じ込められ殲滅と、いう可能性があるのでそこはさすがに回避しておきたい。ただオランダ進撃が始まったらちょっと別の問題で時間がなくなる。できればこの連合戦で、シリアなどのフランス中東地域を獲得したい。そのためには微信になる前にシリア地域を抑えたいので、オランダへの宣戦布告がなったら一月と経たずフランスは粉みじんなので、さすがに行かないとシリアを攻略する時間すら足りなくなるという事情です。つまりフランスが弱すぎるのでもう待てないってことである。微信フランスができた後はユーゴスラビアに最低でも進軍しないと、そこからルーマニアに流れてくれなくなるので、早めに進撃しかつ枢軸の独位と地続きになれるよう合流を急ぎたいぜ。シリア攻略はギリギリ成功したよ。まっちゃくフランス早漏かよ。社長ほどガッツがないわけではないと思いますよ。ちょっと待てゴローザ、それどういう意味？地中海沿岸の国は裸エプロンより防御力がないので、よほど沿岸防衛師団に吐かない限りは上陸されるのは覚悟しよう。てか沿岸防衛師団を吐く余裕ははっきり言ってありません。上陸を抑えたいのであればとりあえずエジプトだけは攻略して、キプロスやマルタなど連合の足場を島だけにするのがとりあえずできることです。イギリスの師団を殲滅しておけば、その分本土の攻略は多少楽になると言える。英国上陸戦もまた、やや運要素と言える部分があるので、できるだけ弱らせておきたいとこだな。そういう意味ではわざわざ上陸してきた英国軍を殲滅しておくことも、後々のためになるので、しっかりカモはネギとしてみじん切りにするのである。勝手にパクらないでほしいのである。上陸してきた英国軍を殲滅するのも当然重要なんだが、ビザンツ帝国の完全体になるのが目標ということであれば、最終的にはイタリア、すなわち枢軸国とも最後は戦わないといけなくなる。ということで、よくやる手なんだけども、通常は枢軸に入るルーマニアだけでなく、ルーマニアを全方位から叩き潰すためにもブルガリア、ハンガリーあたりに宣戦布告しておく。特にブルガリアはギリシャとトルコをやすやすと分断できる位置にありますからね。安全保障上確保しておいた方がビザンツ的には都合がいい。いきなり出てきて真面目な解説するなや。私は大蔵大臣としていついかなる時でも大真面目ですよっちゃん。いか。また社長が飲みたくなるってか、すでに休日だから飲んでるのでやめてください。バルカン半島が片付いたら、イギリス上陸に入るよ。ただしギリシャとトルコの海軍を足した程度では制海権は普通に取れない。対イギリス戦の制海権は、多分だけど任務を切り替える際に海への影響が一時なくなるよね。
例えばだが日本の周りで政界権取ってたけど、ラリアやインドには届かないから、移動させたらそりゃ本土周りの政界権影響が少なくなるわけだしな。そんな感じで一瞬または数週間など短期間であるけども、海軍が少なくても、なんとか上陸に AI であれば狙うことができる。しかしなんということでしょう。唐突なビフォーアフターやめて。隊長、ビフォーアフターってなんだ？なんだと？とうとう自分も少なからず歳を取ってるんだなと枕でギャン泣きしつつ、ひとまず言いたいのは AI イタリアが先に上陸してしまったので、こうなったらもう手伝った方が楽だと急いで作戦を変更し今回は支援。逆に AI たちの海軍でもイギリスの東側などの制海権は普通に取れてたって状況だな。イギリス船は上陸してしまえば基本的には楽勝で終わりますが、一制海権を一時でもすんなり取れるか、に取ったとしても沿岸防衛、または上陸待機組にぶち当たらないで済むか、三上陸しても通商破壊等にあって泥沼にならずまともな進軍を早期に行えるか、この辺の3つが主なしくじりになるのですが、上陸できる時点で前2つはクリアしてますし、あとは本土に2周できれば3周以上の足場を展開して作れるかが補給上鍵ですから、具体的に言えばロンドン程度を抑えられればあとはまず勝てる状況に持ち込めるわけですね。今回はイタリアの上陸、即座の増援がまだ素早く間に合ったから良かった。目立たないけどくたばりかけの東アフリカや、エジプト方面に多少英国も現在進行形分散しているから、本土攻略が積み重なって、今回これだけ楽になってるわけだね。ということでさらっとビシーニまで今のうちに宣戦布告して数軸の解体を始めてるが、無事に連合国とのルーマニア延長戦が終了したな。この際取っておきたい領土がいくつかある。一つはブルガリアとマケドニア程度、そこを抑えておくとギリシャとトルコで分断されにくい。もう一つがスエズ運河までを取っておくこと。得意どちらがエジプトまでかシリアまでを持つにしてもアフリカで必ず接する。どうせ接するならば国境は狭い方がいいので、スエズの狭い範囲で耐えた方が防衛もやりやすく、要所も抑えておける。三つ目にまた上陸戦闘はできればしたくないので英国本土は傀儡化。で、人的資源を確保するためインド、パキスタンがあると楽になるね。まとめると、ブルガリア周辺、シリアからスエズ、英国本土、インドをできるだけって感じですね。オイル欲しさについついルーマニアもしっかりいただいちゃったけども、おおむね欲しい領土は全て獲得することができたので、この後はすぐ対ソ戦に向かうってか向かわざるを得ないよ。正確にはルーマニアのベッサラビアを取るか否かでソ連をこのままドイツと行くか、独ソ戦中に裏切ってドイツをソ連と叩くかなんだが、ハンガリーなんかが潰れてる分独ソ戦が早まるので、ちょっと今の領土を伸ばしたばかりのビザンツじゃ本土すら守れるか微妙。できれば維持したいインドなんて絶対守りきれないので、先にソ連から行きましょうか。まず対ソ戦ですが国会の制海権をしっかりギリシャトルコ海軍、なければ英国海軍の一部でももらって守ってください。今のソ連は上陸アグレッシブなので、結構トルコやブルガリアに仕掛ける可能性高いです。で、ソ連が必ずベッサラビア持ってるからといって攻めてくるかは状況次第だけど、もし相手側から攻めてくるならば、できるだけ単独で戦うように、どうせそのうちドイツがソ連に宣戦布告するので最終的には競り合いになるが、ここでソ連軍を弱らせておけば攻略がスムーズで戦勝点稼ぎにもつながるからな。ただ今回は1940年の末にはドイツ軍も宣戦布告しまして、そうなったらばもうビザンツも一緒にガンガン攻めるしかありません。ここからはいかに競り合ってドイツから貢献度を奪えるかだからね。すでにイギリス連合国を倒してるのでさすがに負けるってことはありえないんだが、半年で三大都市には近づけても、お口の補給は悪いのでやっぱ1年弱近くはかかるな。連合戦の時もそうだったけど、貢献度的には 20-30% 台は欲しいところ。あとは適当に軍を分断殲滅して、将軍たちも多少鍛えられるといいですね。結果、ちょっと国境汚いのは勘弁してほしいんだが、わざと国境を長めにして、ドイツ本土を狙いやすくするようにしておいた。強引にウクライナの鉄鋼地帯とか、モスクワの補給地点とか確保しちゃったけど、極東に領土があるのを含めて、地味に国境は長い方が都合がいかったりするからね。そこからはもう内政が長いのでカットしちゃったけども、1944年にかけてひたすら陸軍を履いていく、27幅みたいな強力な師団がいいね。その上で、イタリア傀儡のアルバニアなどに目をつけて宣戦布告します。なおなんでこんなに師団を出せるのかと言いますと、ギリシャは派閥関係で徴兵可能人口補正にバフがたくさんつきまして、前回の動画で教えていただいたんですが、ファシになる過程で共和派も仲良くできる選択肢があるそうです。ざっくり言えば、ロシアとインドの約2億人くらいの市中核州からも、1% 程度、つまり200万人に M 引っこ抜けちゃうほど市中核が役立つので、インド連合戦で手に入れておけば、人的資源は困らないってのがビザンツの特徴だ。ビザンツのジャイアニズムとインドのジャイアニズムの核融合みたいなもんだぜ。どちらかというと足りないのは工業力、兵器生産力はギリシャとトルコのみが中核なので、兵器生産と人員を増やすのに時間がかかっていた。だから独ソ戦終わって約2年間、44年まで内政をする必要があったんだけども、その間にドイツは東南アジアをめぐり日本と敵対関係にあった。ビザンツは大独において仲間が欲しかったのもあり、枢軸を抜けた後はビザンツは東南アジア持ってないので参戦してなきゃ抜けられる。中華統一戦線と協力するため、対日戦線と引き換えにインド攻略を、中華や軍閥に手伝ってもらっているという状況だよ。なお、対枢軸戦は最初イタリア、アルバニアから宣戦布告したけど、ドイツは忙しかったのか、国境線が危険すぎたのかでしばらく参戦してこず、その間にイギリスがイタリア本土上陸を決めるくらいには進展があったよ。
ただ納得がいかないのは、今のバージョンイタリアが史実に寄せて内戦状態に強制突入なのはご存知のことと思うが、それが中華民国のなぜか傀儡になってしまったということだぜ。同じ中華陣営に確かに入りましたけども。前は国境を接する国の傀儡、この場合ギリシャ傀儡イギリスの傀儡になるかは微妙なので名手の中華になったのかもしれないけども、この時はイタリア、ルーマニア、ロシアをビザンツで傀儡にするっていう、比較的マーレン王を倒せばあとは簡単だろという実績がただ面倒くさくなった。致し方がないので、まずはドイツ軍をバルト海で大きく分断して、わざと大祖先の講和でドイツとの国境を長めに取ったのは戦線を薄くするためね。で、小銃が足りねえとか嘆きつつも強引に本土に戦力を寄せて強引に勝利。イギリスが地味に兵力分散に力を貸してくれたのも大きいので、大独占をするならやはり英国本土は傀儡として味方にいるとちょっと心強いな。でも戦争が終わらないので、主要国を見てみたら、南米チリが主要国扱いになってまして多分鉄が多いせい。ペルーが運よくエクアドル戦争の弾みで陣営に加盟してくれたので早く終わりましたが、ブラジルも攻略しないといけないなど、数日戦が思っている以上に手こずりましたね。なお日本でも手こずっている模様。いやほら航空基地とか整備するの面倒いなと思ってただけだから、本気出せば勝てるから本当？社長も疲れがあったのか、大抽選を前に一部国を併合どころか、大解放してしまうポカをやってしまいましたが、最後は無事中華民国をぶっ飛ばしまして、彼らが持っていたイタリアも無事併合して完全体ビザンツを作り上げましたよ。綺麗な中国解体ショーじゃないんだぜ。軍閥を一緒に頑張って倒してくれた同盟国、特に国境を接した軍閥には渡さないとね。バルカン、シリア中東、エジプト、そしてイタリアと、全部で4段階中核領土を増やせる立場にあったビザンツもいよいよ完成。途中多すぎるので無再現から大規模に戻したくらいなんだけど、このレベルまで来ると平然と 20M 少なく見積もっても1000万人規模の軍を、派ける国力がつくので、どうしても試したい方はヘッポコアメリカにでも軍をぶつけてください。まあそれくらい非中核州、特に人口の塊であるインドを持つのにメリットがある国と、分かっていただいたところで、最後実績だけせっかくなので満たしていくぜ。3匹のエセローマに首輪を繋ぐことで、真のローマはビザンツ帝国と神聖エセローマだけないのが残念だが、これにて取得達成。みんなも最初はきついが最後はぶっ飛ぶビザンツで遊んでみてくれよな。ご視聴ありがとうございました。次回からはオッサンズに戻りますので、高評価チャンネル登録もよろしくお願いいたします。発信の中華ビザンツ戦線、やっぱり信じられるのはチャイナマネーだけだな。